いつまでやらせんねん。はい、今日もフルパワーでいくよ。何でも聞いてちょうだい。最近、はい、お相撲関連の YouTube 拝見していると、はい、八百長の問題が話題なんですけども、ストップ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 、八百長の問題になります。あら、あのね、はい、先生、はい、相撲界にね、八百長ってのはね、存在しないの。いやいや、存在しないの。親方どうなんですか。いや、しないしない、ない。あのね、そこで笑うと怪しくなるじゃないですか。そのね、八百長。はい、うん。私が一番喋りたくないテーマね。はい。で、親方どうなんですか。どうなんですか。八百長。八百長。で、大体、その僕の現役の時に、八百長なんていうことじゃなくて、まあ、双子山理事長が無気力相撲、無気力相撲という言葉で、私らそういうふうに注意を受けたわけですね。もう関東精神の欠如だ、お前ら何してんだと監察委員に命じて、まあなんか親方衆、親方衆見てるもんですからね、まあ審判部の他に監察委員のそのチェック項目じゃないんですけども、土俵下の審判と合わせて観察委員で無気力な相撲に対しては厳重注意規則っていうのをですね、打ち出したわけなんです。平成4年だかね、5年だかの時に、まあ当時の双子山理事長が、もう無気力相撲撲滅みたいな感じで観察委員に命じてチェック入れさせて、まあ、そういうのをまあ、場所後の理事会にかけて、まあ、厳罰に処すと、はい、もう最悪その廃業だと、関取衆とかもう全部関係ないと、いうようなことを打ち出したわけですよ、はい、八百長ではなくてね、はい、あの僕現役の時に、うん、なんとなんとなんと長いその時に私無気力相撲で呼ばれたんです。教会に呼ばれちゃった。教会に呼ばれたの。その理事会かなんかね、はい、確かね、平成4年か5年の1月場所後、はい、1月場所後の、対前の海戦でね、まあ、2人とも教会の理事会呼ばれたんですね、はい、無気力相撲の審議みたいな感じでですね、まあ、うちの師匠なんもう顔を真っ青にして、藤井お前そんな相撲取ってんのかいなんつって、まあ、怒られたもんですけども、いやそんなことありませんつって、よし分かったわしに任せろなんつって、それでまあ理事会に臨んだわけですけどね。何人ぐらいいらっしゃるんですか。まあなんか僕らのペアっていうかね、なんかあと2組ぐらい呼ばれてたようなね、順番組に呼ばれて、すんごいでももう教会の理事連中ね、まあ北の目親方からもう、はい、まあ双子山理事長ね、はい、で徳塚で親方、はい、でも柏戸さんとか、うん、北の富士さんとかって両審判部長とかね、みんな難しい顔して座ってる、ああもう怖い怖い、怖いピリピリ、もう失礼します、お疲れさんでございます、うん、ってこうやって入ってったらもうジラッて怖いガーッて言うから、まあでまあ師匠ももう青い顔してですね、まあ、一緒になってこうやって入ってったわけなんですけども、もう前の海なんかねちっちゃい体なのにね余計なんかちっちゃくなっちゃってて、でまあ要するにそれでまあ初めに冒頭双子山理事長がデーンと構えてですね、徳塚で親方がまあ会の始まりをまあ告げるような感じで、まあ、非常に厳しいお言葉をダーッと言って、もううちの師匠と自分と出羽海親方ともう舞の海がですね、もうシュンと こんな感じで、もう本当両親方にも申し訳ないし、本当にね今までその応援してくれた方にもなんか申し訳ないな、出羽海親方ね、前の海なんか大変だったよね、睨まれた、もう蛇に睨まれたカエルでちっちゃい前の海がもっとちっちゃくなった想像するだけで、でまず初めにね、まあ、自分がそういうようなことがあるのかみたいなね、はい、うちの師匠までね、はい、猿ヶ岳お前はそういう指導してんのかなんとかって、まあめったくそう言われるわけですよ。で結局どうなんだと、で関東精神が欠如してたのかって、それでまあ最終的にうちの師匠がですね、意を決したようにね、わしは弟子たちに対して、そういう指導は一切してないつもりでしたが、
皆様にそういうような疑われるような相撲を取るんであれば、私は甘んじて教会の処分に従いますみたいな。でもう、もうなんか従いますって言ったら、なんか処分がね、下ったらさ、うちの師匠辞めることになっちゃう。で、まあそんなことはできないと思って、で、まあちょっと待ってくださいっつって、で、もう自分がもう立ち上がって、まあずっとこうやって、まあ直立運動だったんだけども、いや、まだちょっと待ってくださいっつって。私は見ての通り、もう舞の海との対戦成績も分が悪いし、申し訳ないんだけども、舞の海はもう規格外だと。もうちっちゃすぎると。相撲取るのは非常に取りづらい。取りづらいし、小さすぎる割には強い。弱くないんです。舞の海は強いんです。私も怪我したこともあり、今自分の思ったような相撲が取れない。それでも皆さんにね、そういうふうに無気力だとかね、関東精神が欠如する、そういうふうに取られるんであれば、じゃあいいです。私、クビにしてくださいって言っちゃったんですよ。もう、言った瞬間に、もうどうしようかなってドキドキして、辞めることになったらどうするのかなと思って、うちの師匠が言った、で、自分が釈明をしたっていう後で、まあ、時津風親方が、まあ、まとめてくれたんですけどもね、まあ、そしたらまた時津風親方がね、まあ、本当厳しいこと言うんですね。まあ、小鳥君も俳優を覚悟で、舞の海にもね、聞かれたんですけど、舞の海君、君はどうなんだっつって、舞の海はまあ決してそんなことありませんって、まあ、ちゃんとそういうようなことをですね、まあでも本当根性いるんですよ。本当理事連中前にしてね、そういうことを言うっていうことはですね、時津風親方がですね、まとめて、私らにですね、今日は琴路君が廃業覚悟でこの場で臨んだということもあり、でも琴路君と前の海君、君たちの気持ちは分かったというようなことで、なんかもう不問にね、まあ分かっていただいたのかな、もうやめるまでね。無気力相撲じゃないと。八百長ではない。八百長でも無気力相撲でもないと。なるほど。っていうようなことを分かっていただいたかなと、はい、そういうふうに僕は判断したんですけども、まあ、それが1月場所後の、まあ、理事会かなんかだったんですけど、まあ、その後すぐね、大阪場所で、大阪場所始まる前にいつも前夜祭って、地方場所前には前夜祭っていうのがあって、まあ、そこでちょっと歌のゲストで呼ばれたんですけど、その時に週刊 P のね、週刊 P の記者がね、はい、後藤さん、じゃあもう最後にこれだけ聞かせてくださいって言って、場所前、1月場所終わった理事会に小鳥さん呼ばれましたよねって言うから、はい、呼ばれましたって、まあ、それだけ答えたんですね。そしたら3月場所前の週刊ピーに、小鳥八百長を認める。大々的に。八百長は認めてない。呼ばれ、なるほど。呼ばれたのを認めた。そういう。で、まあ、それはもう、見解の相違。なるほど、うん、まあまあまあね、その、まあ、それだけちょっといい加減、うん、でね、一般の方もね、はい、要するにその八百長っていう方のが通りがいいじゃないですか、はいはい、無気力、うん、無気力って何ってなって、はいはい、うん、まあ、言葉の使い方って非常に大事ね、うんうん、でまあ今ね、その YouTube でいろいろそういうの出てますけども、はい、私が思ってるのはね、まあ、そういう、まあ、出ちゃったからね、はい、八百長メールだとかそういうような、うん、もう大事件が、はい、の大麻問題から出ちゃったんだけども、うん、改革を訴えるんであれば、なんかちょっと僕とはちょっと論点っていうか視点っていうかね、そういうところはちょっと違うなっていうのはちょっと感じてるんですけども、はい、まあ、それをね、側面でね、少しでも本当相撲協会が良くなるように、なんていうのかな、お手伝い、うん、していきたいなと強く思う今日この頃でした。なんかございますか。はい、無気力っていうとなんかまだ聞くお金かかってなくて、うん、無気力でお相撲を取るっていうイメージで、八百長っていうのはなんかお金がかかってるっていうイメージなんですけど、うん、そのお相撲協会の中の無気力相撲っていうのはお金がかかってるのも込みなんですかね。よくわかんないんですけど。よくわかんない。よくわかんない。日本語がよくわかんないんですけど。日本語がよくわかんない。はい。
八百長の語源っていうのは、はい、まあ、相撲界発祥なのよ、はい、昔その八百屋の長兵衛さんっていう、はい、ところから始まってるわけね、はい、でまあ囲碁が他社でその協会の親方衆と囲碁を打って、まあ、最終的には勝ちを譲るみたいな、はい、で非常に上手に接戦するらしいんですね、はい、でまあ、そこから八百長という、うん、あの言葉が出たわけなんですけども、はい、二子山理事長が目指したのは八百長じゃないんです。無気力相撲の撲滅、うん、関東精神の欠如っていうことを一番恐れてたわけです。なるほど、はい、やっぱりその相手と、うん、まあ、あの側面ね、はい、あの格闘技、うん、戦いの場であります、はい、うん、今のキラキラネーム部屋さんの誰かさんみたいに立ち合い発揮合いのボタンです、自分で手ついちゃう、うん、とかって、そういうのはもうやっぱり見てるって思います。見てるお客さんに対してね、非常に申し訳ないじゃないですか、うん、でまたそれがまた人気になっちゃうようじゃね、だからまあ違う意味でね、もうあのもうそういうことじゃなしに本当大相撲の楽しさ魅力伝えていきたいなと、うん、そういうふうに思ってるわけでございます、はい、でもまだいろいろまだ他にあります。いっぱいあるよ本当はね。どんどん爆弾持ってるよ。また今度言うね。今日はこの辺でグラシアス。今日の佐渡ヶ岳親方は、はい、携帯電話がようやく、世間一般に普及されている時、うちの師匠も携帯を初めて持ちました。で講演者と、食事の最中に親方の携帯が鳴っているのに気づかず、周りに促されて取りました。はい、佐渡ヶ岳です。あーどうも、これは社長、久しぶりです。あ、社長、でもよくわしがここにいるの分かりましたね。わしはあんまりここへは来ないんですけども。え、携帯ですか？